ソマリランド軍は、ソマリランドの軍隊。陸軍と海軍で構成されており、空軍は存在しない。ソマリランド警察も内務省警備隊の一部であり、補助軍事領区である。軍は、最高司令官であるムセビヒアブディ大統領の指揮下に、ある。防衛大臣のアブリカにモハメド・アート・アイが軍を、監督する。ソマリランド軍には126両の戦車。 109両の装甲戦闘車両、23門のロケット砲、11門の大砲があり、2万9000人の兵士がいる。ソマリランド警察には97台のパトカー及び、その他の車両があり、2万2000人の警官がいる。ソマリランド海軍に40隻の巡視艇と13隻の巡視船があり、1000人の海軍兵士がいる。ソマリランドは、 3億5000万ドルの国家予算の3分の1を軍隊に費やしており、これは政府の最大の支出である。ソマリアへの国連の武器禁輸により、この国は武器を調達できない。ソマリランド総工車ソマリランド陸軍は正式な階級構造なしで長期間活動してきた。しかし、2012年12月、ソマリランド国防省は指揮系統を導入して、 2013年1月までに実施されると発表した。1990年に当時のソマリアの支配者であるシアド・バーレが追放された時、ソマリランドは現在のソマリランド領土内にあった武器、装備、施設を継承した。BM-21 多連装ロケット砲、ソマリランド陸軍のトラックソマリランドの独立は国際的に認められておらず、 ソマリアの一部とみなされているため、国連による大ソマリア武器禁輸の影響で武器の購入ができない。その結果、ソマリランド軍は古い装備の修理と改造に依存している。また、エチオピアとイエメンから野印に紛れて武器がベルベラ港に運ばれてきているとの主張もある。ソマリランド正規兵は、 SK スカービン銃と各種の AK-47 系列の銃を所持しているのが目撃されている。さらに、ソマリランド軍は、保有数がはっきりしない以下の装備を運用している。ソマリランド海軍は2009年に設立された。海軍の司令部は、港湾都市ベルベラにある。ソマリランド海軍を訓練する、外国人ダイバーが運営する、ダイビングセンターもそこにある。海軍は、 銃を搭載した小型のスピードボートを運用している。その多くは海賊と戦うために英国からの援助で受け取ったものである。ありがとうございます。